願いします。はい、先ほど寮にも潜入しましたが大沢さんです。はい、簡単にプロフィール紹介します。2017年の日本アマチュアゴルフ選手権競技で優勝で、平均飛距離280ヤード、はい、合ってますか？問題ないです。問題ないです、はい、で、今年は QT を受ける予定。そうですね、はい、はい、どうでした？去年のその試合優勝された時は、はい、いやもちろんその優勝したいなと思ってたんですけど、まさか優勝できると思ってなくて、でも初日2日といい位置に入れたので、うん、で、最後ちょっと追い抜かれて、あ、なるほど、はい、ちょっと追い抜かれちゃったんですね。そう、自分がちょっと打ちちゃってて途中で、はいはい、で、トップと2打差くらいになっちゃって、はい、これ無理かなと思ったんですけど、最後自分耐えれて、で、結果優勝できたんで、はい、なんかあの記事を読んでると2日目が雨？あまり天気良くなくてずっと曇りとか雨がパラパラみたいな感じ で、はい、で、そんな中でこう、まあ、メンタルもコントロールが大変だったと思うんですけど、どういう感じでこう自分をこうなんかセーブじゃないですけど気持ちとか抑えてやられたんですか？気持ち、コースがそのラフが長くて、で、ラフに入れちゃうともうボギーになってしまうようなコースだったんで、もうとにかくもうフェアウェイ、フェアウェイを気にしてやってたらいい位置にいたっていう感じですか、はい、やっぱラフに入れてたらスコアにならないです。はい、はい、で、そんな大沢さんのクラブセッティングご紹介したいと思います。はい、じゃあまずドライバーから、スリクソンのモデルは何になるんですか？は745、スリクソン Z の745、はい、これ最新？最新？いや、一つ前のモデルになります。はい、で、シャフトは PT の7、ツアー AD の PT7X、 よくわかんないですけどめっちゃ重くて硬いって感じですかね。あ、女性の方からしたらあ、でも学生の中でもこれが一般的かな。普通ですか？はい、振らせてもらえばお借りして。わかります。あ、ちょっともう、あの、あ、でもちっちゃい。これちっちゃいんですよ。ちっちゃいですね。短いってこと？いや、ヘッドがちっちゃい。構えは私は割と好きです。今時の大きいのが割と苦手なんで。あ、そうですか。すごいいい感じで、なんとロフトが 9.5 度で 323g、はい、非常に重いです。このこだわりはどこですか？こだわり、あまり大きいの自分はあまり好きじゃなくて、で、そうなった時にこれが一番、なんていうんですか、ヘッドの顔っていうか、はい、見え方が一番良かったので、これにしてます。はい、やっぱり打ってみて決めるっていう感じよりは自分に合いそうっていう感じで決めるんですか？あ、もちろん打つんですけど、うん、その構えた時に、うん、あ、これ良さそうっていうのは結構あって。スリクソン長いですか？あ、もう中学校、中学生ぐらいから、ずっとスリクソンでやらせてもらってます。次が3番ウッドですね。はい、じゃあ3番ウッド出して、お、また同じ PT、はい、同じシリーズのウッドですか？あ、これは一つ新しいってことは最新なんですか？一応そうですね、はい、最新の F65、で、この流れで5番ウッドですね。5番ウッドです。5番ウッドは一応4、同じですか？4ってなってるんですけど。あ、4番なんですね。なんですけど5番ウッドとして使ってます。長さも5番ウッドで。あ、そうなんですか。はい、めっちゃ立ってる。重いですね。長さは普通の長さですか？いや、基本的に多分少し短い。短め。それはなんて言うんですか？は、基本的にそのスイングスピードをそのゆっくり振るタイプじゃないので、短い方がその、うん、リズムが取りやすい。あ、長いとちょっと振り遅れたりとかの方が自分ミスが多いんで、短く、ちょっと短くしてその早くっていうか、素早く。じゃあ次、アイアンいきますかね。アイアンが多分すごいんだろうな。もう見た感じ超薄い。マッスルバックってやつですか？これ一応、はい、そうです。しかも、え 3番アイアンから入れる。わー、でもユーティリティアイアンで。ユーティリティアイアン、はい、はい、なんかすごいの出てきました。ユーティリティアイアンです。シャフトも太くないですか？ちょっと、いや、そうでもないか。普通スチールですね。はい、3の20っていうのは20度の3番アイアンユーティリティ。これはもう自分にとってはなくてはならない。あ、でもコースによって変えますね。アイアン、なんでこう、あえて
この3番アイアン形のユーティリティなんですか？アイアン自分もともと得意と思ってるので、うん、アイアンの方を知ってますね。ユーティリティを入れてない、ね、入れてないですね今。あ、それで何ヤードくらいなんですか？120から30くらいまでが、はい、230。4番5番あ同じシャフトなんですね。これはもう全部一緒ですね。ダイナミックゴールドは普通のダイナミックゴールドです。ただ柄が入ってるだけっていう。4番は普通のアイアンで、うん、5番から P までマッスルバックですね。そうですね、はい、うん、このマッスルバックにしてるこだわりは何なんですか？前そのこっちのタイプ使ってたんですけど、うん、モデルが変わってちょっと顔が大きくなって、はい、前のモデルと同じような顔って言ったらこっちになって、はい、あでもマッスルバックでも優しい方なので。なるほど、はい、これも全部スリクソンですね。あそうです。でウェッジなんとクリーブランド58で、はい、もうすっごい使ってますこれもしかして、はい、もう何年も。いや何年ではないですけど半年くらい。半年でこんななっちゃうんですか？はい、これとかもう半年くらいです。半年。半年でちょっと溝がなくなっちゃう。そうですね、もう替え時ですね。5年ぐらい使ってるから売れてるんですけど。半年に1回はウェッジは必ずチェンジ。とかもう3ヶ月に1回。3ヶ月に1回はチェンジ、はい。試合が多いとすぐなくなっちゃうんですよ、溝が。溝ってなくなるんですね。なくなるっていうか、削れていくんですかね、はい。もうバンカーは、いやもうバンカーとかはもういろんなクラブを使って、いろんなクラブでやって、はい、アプローチは基本どっちとかもあるんですか？あでも自分58結構多いんですけど、うんうん、まあ、練習ではもう52とかそのアイアンとかユーティリティで転がしとか、うんうん、はい、やります。最後パターパターはオデッセのピンタイプ、はい、おーだいぶ昔のパターン。こうマレットじゃないんですね。ピン型ですね。ピン型の、はい、このパターンにしてる理由は何なんですか？理由、自分が大学1年生の日本アマの時に、うんうん、その今の大輝キャプテン、あキャプテンさん、はいはい、他のパター自分が使ってどうも全然ダメで、うん、でちょうど大輝にこれ使ってみたいな。じゃあキャプテンさんから譲り受けた？借りてます。借りっぱなしですか？借りっぱなしはい、借りたままもうこれがいいと、ずっと使ってます。え、でもそれがあったんですね。そう、そうね、たまたま。平均パット数はどれぐらいなんですか？平均パット、試合によるんですけど、まあ、理想はもう4日間の試合だったら20パット台ずっと出したいんですけど、なかなか難しくて。まあでも基本は20パット台でいきたいな。行きたいですね。このぐらいのハードなセッティングになったのはいつぐらいからなんですか？もう大学入ってからとか、ね、高校の時はもう少し優しかったかなって。やっぱ必要を感じたんですか？いや必要というかその、ま、周りの影響、まあ、みんなそうなるから、そういう感じじゃないですか。これした方がいいのかな。さっきあの練習見てて気になったんですけど、最初に58度でちょっと開いて、開いてました？開いてませんよね。すごい高いからボールが、はい、あれクラブ開いてんのかなとか。58度で打った時は普通に打ってただけですか？あ、もう普通に。はぁ、あ、高っ。3倍あるよ、私の58度の。開いて打ってる。いや、耳当てる。開いて打ってる、うん、普通ですか？普通に右のあそこ狙って打ってる高さがあの高さとか。そうですね、普通でした。9番アイアンの飛距離はだいたいどれぐらいなんですか？145、150。一番練習するクラブって何ですか？自分でも結構満遍なく打つんですけど、うん、まあ、でもアイアンが一番多いですか？アイアンが多い。なるほど。日本チャンピオンのティーショット。もう全部ドローボールですか？練習は、はい。か。もうまあもうもう。すごい。本当に？大丈夫ですか？あの向こうにいる人たち。
お疲れ様でした。大沢さんはモビルカップに3月30日から出場されると聞いたんですが、はい、まあ、国内初戦ということ で、意気込みなどはありますか？はい、今年はもう自分大学4年生にもなって、勝負の年で、アベマ TV 様から、推薦いただいて、出場させていただけるということなので、初戦から本当に、まあ、調子を上げて、まあ、本当上位もしくは優勝を狙えるような意気込みで、はい、頑張ります。はい、はい、なんかコース戦略とかその考えてることとかってあるんですか？コース会場、その徳島県で開催されると思うんですけど、はい、行くのも多分初めて で、コースも初めてなので、じゃあ連ラン、ま、そうですね、練習ラウンドが多分初めて、どういうコースかまだわからないんですけど、まあ、自分のプレーをするだけで。3月30日にアベマ TV で放送されるので、ぜひ皆さんアプリをダウンロードして見てもらえて嬉しいです。ありがとうございました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。